今日はね、一宮駅桃太郎線、かっこ吉備線なんですけども、の目の前にあるこの吉備彦神社っていうね場所に、来てんですけども、この 外に、気になるねお店があるんですよ。お店というか、まあその車販売、まあ販売車みたいなのがあるんですけども、以前もね撮影したんですけども、ちょっと今日もまた再び行ってみようかなと思って皆さんにご紹介しようかなと思います。でこのね目の前にあるのが今日のお店なんですけども、まあ軽くね行列ができたり、するようなね感じのお店でございます。お店というか、まあその販売車でございます。なんでもねたい焼きが有名だということで、本当にもあの以前も、撮影したんですけども、今日も改めてね、まあ、ゆっくり撮影していこうかなと思います。粒あんとチョコレート、はい、粒あんとチョコレートいこうと。はい、お待たせしました。 ありがとうございます。200円お返しです。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、あの粒あんとこっちが、クリーム色の方が粒あんで、でこの白い紙がチョコで、で残念ながらね抹茶がなかったですね。やっぱり売り切れだったんですかね。はい、ちょっとねこれを車の中でいただこうかなと思います。まあやっぱ思ったんですけど、車の中で食べるより外で食べた方が温かみをね感じるかなと思って、ちょっと外でねいただこうかなと思います。ちょっとねすごい寒いです。気温はまあ5度ぐらいでございます。でちょっと開けていきます。おっと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 、なんかねこんな感じでちょっと手作り感のね感じるようなございます。まあこれがねチョコになってます。じゃ早速いただきましょう。じゃ早速ねいただこうかなと思います。チョコからです。ん、あ、うまい。うん、外側がすごいねサクサクしてあって、このシンプルなこのまたチョコがいい味してます。うん、特になんか、まあ生地がいいんでしょうね。結構もちもち感がします。でなんか結構ねバランスがいいですね。やっぱこのなんで行列ができるかっていうと、やっぱこの安定した価格とこの
なんだろうな、なんか手作り感がいいんでしょうね。うん。続いてがね、粒あんでございます。おそらくこのね、あんがなんだろうな、人気の秘訣だったりするのかもしれません。甘すぎるのか、まあ、程よい甘さなのか、全然甘くないのかと、まあ、いろんなね、あんがありますけど、ちょっといただいてみようかなと思います。あ、美味しいですね。程よい甘さでございます。うん。なんかね、鬱陶しくない甘さとこのサクサク加減がまたいいですね。うん。懐かしさを感じる、たい焼きですね、これは。うん。いや、ちょっとね、このボリュームもやっぱ感じますね、あんの。うん。他のたい焼きとかやっぱ、あんがちょっと少なめだったりするけど、こちらは結構、ボリューム感じます。はい、というわけでね、ごちそうさまでした。そしてご視聴ありがとうございました。まあ以前もね、撮影させてもらったんですけども、以前は本当に風が強くてね、なかなかその食というかもう本当に風が強かったですけど、今日は本当に落ち着いた、気候、まあ気温。ちょっとだいぶ暖かくなってきましたね。最初はめちゃめちゃ寒かったんですけど、たい焼きをいただいて心も体も温まったなという感じでございますけども、なんか本当にちょっと懐かしいたい焼きを久々にいただいたなと思います。なんかいろんなところにね、普通にお店とかスーパーとかでもたい焼き並んでるんですけども、やはり出来たて、そしてね、おかみさんが焼いてくれたたい焼きということで、なんかまた一味違った感じで、いただきました。ぜひ皆さんも興味ありましたら行ってみてください。